はい、それでは質問見ていきましょう蓄積された販売データなどから天候と売れ筋商品の関連性などの規則性を見つけ出す手法を表す用語はどれかデデデデデーーーータタタタウウェアハウスデータプロセッシンンングググマイニモリこの中で、えー、蓄積された販売データなどから天候と売れ筋商品の関連性などの規則性を見つけ出す手法はどれでしょうか考えてみてください。 ははいいかかがでででししたょうか答えすすねこちらになりますデータマイニングですねデータマイニングというのがまあこの説問通りですねいろいろ蓄積された販売データその中から関連性を見つけ出していくね、えー、例えば晴れの日によく売れるもの雨が降ったら売れるものと、まあ、そういったですね関連性を見つけ出していく操作のことをデータマイニングですねデータをマイニングマイニングというのは炭鉱だとかま鉱山を掘るようなね そういういのがマイニングです、ね、なのでデータをいろいろ掘り出してそのデータから規則性を掘り当てていくといったイメージですね。ではそのほか見ていきましょうこのデータウェアハウスというのはですね、えー、企業経営の意思決定などをするために目的別に目的別時系列別に編成されたデータのことですだからデータプロセッシングというのはデータの処理操作のことですね。デデータモデリングというのは、えー 業務システムの中におけるデータの流れですとか関係を表すこと図で表すことっていうのがデータモデリ今回データマイニングですね。こちらの言葉とそれから意味ですね。こちらね蓄積された販売データなどから天候売れる商品など関連性か関連じゃ関連などの規則性を見つけ出すというところがポイントになっていきます。データマイニングしっかりあデータマイニングですね。しっかり覚えておきましょう。